私は覚えることがすごく苦手で、ついさっき話していた内容や見たものも思い出せないことが多いです。勉強とは何度も繰り返して雇われるんですが、前より明らかに記憶力が上がるです。記憶を記録力を高めるにはどうすればいいんでしょうか。基本的には無理ですね。まあ、僕もあの記憶力めっちゃ悪いので、人前とか顔とか覚えられないんですよね。なので、そのなんか、綾野たけしさん綾野剛さん。いまだに間違えてるんですけど、多分覚える気がないんでしょうね。ほんとすいません。っていうぐらい、覚える気がなくてどうでもいいんですけど、ただ、覚えなきゃいけないと思ったものに、綾野剛さんね、覚えなきゃいけないと思ったときは、なるべく、その、映像と文字と音とかを使うようにします。で、その、僕、字面でその綾野剛という字面しか見たことがないので、その口に出すこともほぼないので、なので字面だけの記憶でそれをたどろうとしちゃうんですよ。でもその綾野剛、綾野剛って何度も言ってると、その声で出した綾野剛っていうのも、要は文字と声の両方になるんですよ。で、さらに写真とかを見ると、その映像記憶っていうのも、要は顔ね、っていうのがあるので、そういう形でその記憶を読み戻すための映像だったり、音だったり、その文字面だったりっていう、いろいろなきっかけを増やすと、余計その記憶に、刻まれやすいっていうのがあったりするので、なのでちゃんと覚えなきゃいけないものっていうのは、その声に出したりとか映像を見たりとかっていうのをした方がいいんですけど、ただまあ、記憶力悪い人はもう悪いものなんで変わんないと思います。やっぱ記憶力いい人って、文字面見ただけで全部覚えられたりするんですよね。最近3体っていう小説を暇な時にチラチラ読んでるんですけど、キャラクターみんな中国人なんですよ。当然なんですけど。で、中国人の漢字の名前が覚えられないんですよ。だから読み方がカタカナでフリーがついてるんですけど、なんかカタカナでその漢字に書かれてもその中でリンクしないから、だから林中みたいな林に忠義の忠で林中とかだと覚えられるんですけど、だからあっちの発音になるんですよ。なのであっちのなんか発音と漢字で書かれてもリンクしないから、で途中で出てきて、えこの人誰だっけ、あ妹ねみたいなっていう感じで、そう誰が誰やすぐ分かんなくなっちゃうんですよね。すいません、記憶力悪くて、はい。